アジアカップ8強戦イコール日本戦を控えるベトナム代表のパクハンソ監督が試合を翌日に控えて公式記者会見に出席した。以下、パクハンソ監督の一問一答。ハイフ分日本戦を控えた覚悟は、ベトナムの立場としてはピンチでありチャンス。日本は今大会で強力な有用候補の一つだ。 また、日本はウズベキスタン戦、サウジアラビア戦の選手構成を90%変えるほど、チーム全体が安定している。16強戦を観戦したのだが、日本選手たちの大部分がヨーロッパで活躍していて驚いた。日本は経験と能力を兼ね備えた選手たちで構成された。我々は、 日本という大きな壁を越える挑戦が必要だ。24日は力強くチャレンジしたい。マイナス8強戦の試合要素を予想するならば、日本は積極的に我々をプレイで苦しめ、我々はそれをとどめるのが大変だろう。日本が全ての戦力面で優位である。ハイフン選手時代、日韓戦の思い出は、 選手時代、代表チームはファランとチュンムに分かれていた。少しの間、ファランチームで活躍していた頃、東京で開かれた日韓定期戦に交代選手としてプレーした経験がある。ハイフン韓国人であるがゆえ、日本戦に臨む覚悟は特別なのでは。私の祖国は韓国だが、今はベトナムの監督。 韓国と日本の間にはいくつかの自由があるが、最も重要なことがベトナムの監督としての役割を果たすこと。ベトナムサッカーの監督職に集中したい。ハイフン今大会での最終目標は。当初、今回のアジアカップは組別リーグ突破を目標としていた。一時目シるべは達成した。 チームの戦力というものが短期間で発展するのは難しい。日本を相手に、選手たちが成長において経験となればよい。フ分日本戦での勝利は、奇跡と考えているか。専門家たちが見ると、勝てる確率はわずかだろう。しかし、私とコーチングスタッフは日本に勝つため努力している。 選手たちは24日の日本戦で恐れることなく戦ってくれるはず。日本との戦いに勝つためにベストを尽くす。